皆さんこんにちは。最近フレイルという言葉を耳にすることがありませんか？心や体が弱ってくることを意味するそうですが、オーラルフレイルという言葉もあるようです。それって何でしょう？今回はオーラルフレイルについてお話を伺ってみたいと思います。松江市歯科医師会会長の吉川先生です。吉川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、フレイルという言葉を耳にすることがあるのですが、オーラルフレイルというのは初めて聞きました。オーラルフレイルというのはどういう意味なんでしょうか？そうですね、ではまずフレイルについてお話ししましょう。フレイルとは虚弱という意味で、健康と要介護の中間にあたる心身が衰えた状態のことです。新型コロナのために自粛生活が長く続くと、フレイルが進んでしまうこともあります。フレイルには足腰や筋肉が弱る身体的な衰えのほか、認知機能などに陰りが出る心理的な衰え、引きこもりなどの社会的なフレイルがあります。こうした多面的な要素が絡み合いながら自立度が落ちていきます。そしてフレイルのもう一つの特徴は可逆性です。何もしなければ要介護へと老いの坂道を転がり落ちるんですが、頑張れば健康な状態に戻せる可能性がある時期です。生活を少し見直すだけで将来は変わってきます。いつまでも生き生きと暮らすためには、このフレイルを予防することが大切なんです。なるほど、フレイルという言葉の意味、そして予防の大切さがよくわかりました。ところで、オーラルフレイルとの関係はいかがなんでしょうか？はい、オーラルフレイルについてですが、オーラルフレイルとはしっかり噛めないとか、うまく飲み込めないといったようなお口の機能の虚弱な状態のことです。そしてこのオーラルフレイルは先ほどのフレイルと大きく関わっていて、フレイルの早い段階、すなわち初期症状の一つと言われています。つまりフレイルの入り口はオーラルフレイルなのです。オーラルフレイルは滑舌の低下、食べこぼし、わずかなむせ、噛めない食品が増えるなど、お口に関してちょっと気になるなぁといった些細な衰えといいますか、そのようなことの積み重ねで起こると言われています。例えば口の機能が衰えて噛めないと感じ始めると、つい柔らかいものを食べるようになり、咀嚼機能が衰える、そうした負の連鎖が回り始めます。その結果、食欲の低下を招き、さらには全身の機能の低下につながります。ですのでオーラルフレイルは要介護リスクを高めるということにもなります。早めに気づいて対応することが大切ですね。そうですね。それではオーラルフレイルの予防についてお話しします。オーラルフレイルはお口のわずかな症状ですから、自分では気がつきにくいと思われます。そこでぜひかかりつけの歯科医院を持ってください。歯科で定期的な検診を受けることで発見できることでしょう。生涯を通じてお口の健康を維持するために、いつでも相談に応じてくれる身近なかかりつけの歯科医がいることは、健康寿命の延伸につながります。そして島根県では後期高齢者歯科口腔検診を行っており、歯科医院で受けることができます。さらに松江市では発達健康教室というお口の体操など、お口の衰え対策にぴったりの授業も行っています。お口の体操はオーラルフレイルの予防や改善に有効です。ぜひやってみてください。はい、今回はオーラルフレイルについて松江市歯科医師会会長の吉川先生からお話を伺いました。吉川先生、ありがとうございました。ありがとうございました。